里崎チャンネル。ジョッ。こんにちは。さあ今回はですね、はい、選手は前ね用具メーカーの話したじゃないですか、はい、こういう携帯があってっていう、うん、今日は同じ用具の話なんですけども、はい、球団から支給されるものって何があるんですかっていう、はい、要は自分から自分で用意しなきゃいけないものと、うん、球団から支給してくれるものがあるんですよ、はい、ここの区別何があるんですかっていうところで、はいはい、あれまずはその用具ってメーカーからもらえるじゃないですか、はい、契約で、はい、で球団からもらえるものって支給されるものって全く今想像がつかないです。まず一つ、はい、ユニフォームですね。ああ、そうかそうかそうか。ユニフォームは球団支給なんで、はい、自分で用意しないですよね。そうですね。でその時にどれだけくれるか知りたくないですか。あ、知りたいです。ユニフォーム、はい、まずは、うん、じゃあもしホームビジターの2着だった場合ね、はい、今いろいろあるじゃん、今いろいろデザインが、ね、ロッテだと千葉ユニとか、うん、なんかフェスタのユニフォームとか、はい、他の球団もなんかいろいろあるじゃないですか、はい、でも基本ホームとビジターって考えた時に、うん、一番最初入団した時、うん、もしくはユニフォームのデザイン、うん、もしくはそのメーカー生地が変わった時に、はい、6着ずつくれます。へー、上下で6着セットで、だからホーム6着、ビジター6着くれます、はい、1種類につき6着。そう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 、うん、そのなんかアニバーサリーユニフォームとか、うん、そういうのがあった時も一応6着もらえる。アニバーサリーユニフォームはその試合しか着ないんで2着です。2着、はい、その予備と、はい、だから基本のホーム&ビジターは6着で、はい、でアニバーサリー的なユニフォームがある時は2着です、はいはい、くれます、はい、でこの6着あるじゃないですか、うん、6着あって、はい、次からは毎年新しいのを2着ずつくれます。へえ、1年2着ずつなんですか。そうそうそう。へえ、だからこの6着を練習着とかですね、はい、でこの2着を試合着、はい、でもドロンドロとかになっちゃったりしたら、うん、固定の契約してる洗濯業者があるから、はい、だからめっちゃ強力なね、はい、だからもし普通の生地だと傷むぐらいの強力な洗剤で洗ってくれて、はい、土とか芝生とか落とすね、はい、あれだって落ちてないと苦情言われるからね、うん、あ、そうなんですね、チームから。あ、そうです、ね、あと変えられちゃったりもするし、うん、そういったところで、まあ、新しくなんだけど基本的には最初6着、うん、で次年度からはもう2着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 、うん、でこの2着はもう試合用全部、はい、そのユニフォームたちは自分で管理するんですか。 そうそうそう、あのロッカーに、はい、あのユニフォーム置きっていうところがあるから、はい、でそこに要はランドリーとかの人も入れてくれるわけ、ロッテとかだったら、はい、ってことはじゃあ持って帰ってることとかはなくて常に球場で管理してるってことですか、うん、そう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 、で洗濯業者が、まあ、チームによってはロッカーに置いてくれるところもあるだろうし、はい、ロッテとかだと一人のランドリー置きっていうところがあるから、はい、そこにユニフォームを置いてくれてて、こっちの予備もそこに置いてるから、はい、そこからホーム&ビジター取って着替える、はい、え、じゃあ2軍行ったらどうなるんですか。2軍行ったらそれを持って2軍行かなきゃいけない。で2軍のロッカーに入れれば同じようにやってくれるんですか。そうそう、2軍はロッカーしかないから、はい、ロッカーのところにもう上とかの棚のところに置いとくっていうユニフォーム。そしたらランドリーの人やってくれるんですか。そう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 、だからランドリーの人は椅子の上に置いてくれてるだけだけどね、はい、ポンとで自分で取っていくっていう感じ。そう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 、そこは1軍2軍ちゃんと選択をやっていただけるんですね。そう、うん、でもロッテの場合、はい、昔ね、はい、今は2軍選手も全部やってくれてるんですけど、はい、洗濯を、うん、僕らがまだ入った時は、はい、球団支給のものしかランドリーしてくれなくて、はい、アンダーシャツとかソックスとか、はい、私物は自分で洗濯しなきゃいけなかった。え、今それも全部やってもらえるんですか。そう、2軍もね、ロッテはね、他の球団は分かんないけど、多分他の球団もやってくれると思うんだけど、はい、ロッテの場合はそうだった、はい、え、じゃあ試合とか球場で着てるものっていうのはもう家から持ってくるものほぼないんですか。だ、え、じゃあ行ったら大体全部あるってことですか、洗ってくれてるものが。そうそう、全部してくれてる、めちゃくちゃいいですね。忘れたとかないですね。ないないない、だから遠征だ、遠征遠征あー、なんか忘れたことありましたもんね。そう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 、だからあとそれと、うん、あとウィンドブレーカーね、はい、着るやつあるじゃん、うんうん、あとはそのチームの T シャツ的な練習着、はい、あとはなんかバッティングじゃシャカシャカ的なのとかは、はい、だから上着で、うん、そのロッテだったら M とか、はい、楽天だったら E とか、うん、そのロゴが入ってるやつは、はい、ほぼ多分 99% 12球団どこも球団支給です。へー、パーカーとか、はい、基本的にはじゃあもう着るものだけですか、支給は。そう、だからインナーだけだね、自分の私物は。アウターは全部球団支給。あ、そうなんですね、全て。うーん、だから結構球団支給のもの、だから皆さんが見てるものはほぼ球団支給で、あ、外の帽子もそうだし、道具はメーカー、道具はメーカー、メーカー、だから、まあ、アンダーシャツとかもメーカーよ、そう契約してるから。あ、そうかそうかそうか、うんうん、あ、
なるほど、自分っていうのはメーカーの役割、自分ということはメーカー、へー、だからメーカーの話をね皆さん見てください、ここはい、ありますね、はい、結構あの契約によって全然内容が違いますもんね、でもそれ球団支給は一律1軍も2軍も全員同じ数くれます。基本的にでもユニフォームとアウターとか、うん、なんかもっといろいろ、でもそれぐらい、でも昔は、はい、ロッテの場合昔はスパイク全員アシックスだったのね、はい、チームとして、うん、それは支給してくれてたらしいです、はい、自分で買うのじゃ、はい、あとはキャッチャー道具も全員同じメーカー、だから球団からこのメーカーを使いなさいっていう指示が出た場合は球団支給です。へー、で自分で好きなメーカーを使いたい人は自分のお金、はい、いいですね。その野球をする道具、まあプロですからもちろんですけど、うんうんうん、1円もかからないですね。自分で買うものってあるんですか、逆に。だもしメーカーついてくれなかったら自分で買わなきゃいけないから。あ、そっか。大げさに言うとね、ほぼいないけどね、そういう選手は。いないんですよね、うん、はい、だからほぼ何もお金かかんない。ネックレスとか自前、自前か。でもあれも契約してる人いるからね、その会社と。昔だったファイテンとか、はい、契約してる人いるから。スポーツメーカーの声を知ってるかも。そうそう、あとサングラスとかも契約してる人いるから。あ、そうですね。そう、あのね、ただでほとんどがただでくれるんだけど、はい、それをつけることによってなんとかモデルとか出たらお金発生する。なるほど。だからまあね、その用具メーカーのこと言ったけど、なんとかモデルとか、はい、あとはその雑誌とか広告に顔写真載ってる人はお金が発生してると思った、うん、あ、なるほど。で顔写真とか載ってない、名前載ってない人は全員、まあ、無料で現物提供みたいな。へえ。じゃあ外国人選手はメーカーって契約してるんですか、うん、日本で使ってるものでいいんだったらドックがついてあげてる。へー。その最初は優しさで、はい、でも結局それがすごいね、ラミレス監督とかもっと、はい、みたいになったらそれが売れるから、はい、まあ、先物投資だよね。ああ、そうですね、うん、じゃあいる外国人選手も大体どこかしらメーカーじゃついてる、ついてる、うん、へー。でもしくはそのアメリカから使ってたそっちのメーカーが良かったらそれを多分取り寄せてると思う、はい、ああ、なるほど、なるほど。もしくはメーカー側が取り寄せてるっていう、うん、へー、いいですね。プロ野球選手ってなんか夢ありますね。僕プロだからね。プロです。なるの大変なんですけど、こう1円もかかってないわけじゃないですか、うん、もうかかってるグラシアの金のネックレスぐらいですよ、きっと。そうそう、あの森とかグラシアの金のネックレスは多分あれ自前の、自前だと思う。100万円ぐらいするかもしれないですね。あれもスポンサーがついてなかったらね、はい、うちの金つけてくださいって言われてなかったらそういうこともありえるんですかね。ありえる、ありえる、普通にありえる。ありました、そういう契約ありました。俺はな、違うもので、 Z じゃないところでしょ。 Z じゃないところで俺はないね、さすがに。なんか食品メーカーからベンチでこれ食べといてくださいとか。だからでもそれはベンチで置くのは球団が契約してるメーカーが置くから、はい、あ、そうかそうかそうか、そうそうそう、だからなかなかできないかもしれないけど。あ、そうなんですね、うん、まあ、みんな個人で好きなところと契約はできるわけですよね。そうそうそう、だからロッテの2軍とか俺入った時本当大変だっすよ。だってユニフォームとか球団支給のものしか選択してくれないから、はい、遠征先行った時とか全部リュックにとか自分で入れて家持って帰らなきゃいけないから。で家でアンダーシャツとかソックスとかスパッツとか全部クリーニングして、はい、で干して家でよ、うん、はい、で乾いたやつを畳んで自分で球場に持っていかなきゃいけない。2軍の時まで洗ってもらえないから、ね、そう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 、ユニフォームとかしか洗ってもらえないから、うん、であとはキャンプの時とか、はい、俺が1年目の時、はい、ランドリーも1軍だとビニールに入れて1人ずつ梱包されてんだけど、はい、2軍はドーンってでっかいランドリーのカゴみたいな、こんなのカゴの中にドーンって入ってるだけだから、はい、これ探すんですか。そう、うん、若手のその起床の30分前ぐらいに起きて、はい、新人若手が5、6人、10人弱ぐらいだかな、うん、でそれを1人ずつ分けていく、うん、担当というか自分若手だからやらないとって思って、そうそう、起きて、だから起床の30分前ぐらいに起きて、はい、そのでっかいランドリーのカゴの中から、はい、じゃあこれ大袖さん、これ大袖さん、これみたいな。でソックスとかアンダーシャツとかもただ畳まれてるだけだから誰のか分かんないから、うん、背番号を見て、あ、40何番ここ、50何番ここって言って、でもうやっていくうちに名前書いてなかったり、ソックスとか入ってないからね、はいはい、一軍の選手とか、うん、あの背番号入れてくれてたりとか、はい、すごいね、電話入ってたりするけど、二軍の選手なんてそんな入ってない人がほとんどだから、はい、自分で白いところにマジックで書くの、はい、背番号ユニフォームとかこうタグとか、はい、とこね、なんか書いてるところに、うん、白いところに書くのよ、はい、背番号をね、うん、でそれを見て置いていくんだけど、はい、何も書いてないやつでも長年やってると、はい、あ、このメーカーのこれはダイソーさんだねって分かるようになってくるから、プロやってきますね。でもそれを2軍でやってんのよ、ランドリー、はい、もう今は多分やってないけど、うん、全員の分をこうやってソックスからスパッツから、T シャツからハーフパンツから、うん、ジャージから全部こうやって並べていくの。朝
廊下に。だいぶその1軍と2軍の差がね、ちょっと埋まったかもしれないですね。うん、めちゃくちゃいいと思うよ。1軍と2軍の差っての動画、うん、一番回ってるんですよね。一番回ってる。だこういったところでも、はい、その1軍と2軍の差がある。そのランドリーとか昔はね、今はもうそこまでないけども、うん、でもユニフォームの支給とかそういうのはもう育成選手からみんなその着数っていうのは変わらないわけですね。そう、うん、でだから背番号変わったらもう一回6着組む。あ、でもそうですね、うん、常に。それでじゃあ使わなくなってユニフォームってどうするんですか。基本はもらうんだけど、はい、でもあのユニフォームっていうのは球団支給だから、はい、球団に本当は返さなきゃいけないの。だから球団が返してくれって言われたら、はい、全部返さなきゃいけないんだけども、はい、まあ本人たちがね、俺らがもらってるから、はい、人にあげたりとか、うん、チャリティーオークション出したりとか、はい、まあいろんなところでね、目にすることはファンの皆さんもありますけど、はい、基本的には球団支給のものは全部球団に返さなきゃいけない。だから返してくれって言われたら、はい、断る権限ないの。じゃあ勝手にあげたりしちゃダメですね。そう、でも逆にユニフォーム6着もらってるけどバンバン破れて、はい、もうあと1着しかないですって時に、うん、くれって言えるの。そうですね、そう、あ、これがないから作ってくださいっていうのは逆に言えるから、はい、うんうん、ああなるほど。だそういったところでこの球団支給のものがゼロになくなるってことは絶対ない、うん、契約書にも書いてる、はい、でも T シャツとか試合に関係なくなくてもいいものは支給してくれない、うん、でもなくなったら自分でそうそうそう、用意しろよっていう。でもこの試合にいるユニフォームとかはもう必ず支給してくれる、言ったら。そうなんですね。そう、まあ、俺一回、うん、その用具係の人に、はい、ユニオンもこうこうでこうなくなったからちょっと足りなくなったから作ってって言われたら、はい、いやそれはもう1年に行こうって決めれてるからできないって言われて、その発言それでいいですかって言って、はい、あの契約書の何条何項にこう書いてますけど、うん、いやだ怖いこういうの俺契約書全部読んでるからすごいで、その支給、はい、あのしなきゃいけないって書いてますけど、はい、そんなあの自分の意見だけで何も確認せず、はい、拒否していいんですよね聞いたら、はい、がっつり作ってくれた。もうそれ当たり前なんだけどね。まあそうですね、うん、そう、用語係の人が契約を知らないこと自体が問題だけで、うん、別に俺にとって当たり前のことなんだけど、はい、あの張り切んじゃねえよって思ったけど。そうですね、加藤さん弁護士になった方がいいと思いますよ、検事かすごい。まあというところでね、はい、あとまあ球団からね、うん、大体こういうところがね支給されます。はい。